さい。そこは適当に合わせといてさ。社長はもう準備できてるなら車に乗ってくれ。ええ、よし。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。道島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は道島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。どういうことだ。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。やっと分かったか。搭乗会本部。何のまねだ。おだ社長は今搭乗会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、搭乗会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。何でも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ、桐生君。桐生さん。ああ、ご存知でしょうが、搭乗会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。
お前が気流か。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。適当に座っていいぞ。いえ、俺はここで。まあいい。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東条会さんの神室町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそ神室町は発展してきた。ただ東条会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東条会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東条会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は空の一壺を手に入れるのに必要な情報を持っています。空の一壺か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東条会で稼ぎ頭だとか、本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東条会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東条会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島組が空の一壺を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東条会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に空の一壺を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東条会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東条会本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行。てめえ、口の利き方を知らねえようだな。お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。
5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東城会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな、どこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が空の一壺を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東城会本家の預かりとする、手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。いえ、詳しくは。一言で言いや一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東城会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、橘を頼む。
大丈夫か。なんだか出口は。伸びたのか。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。
桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。立花が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一壺は俺のこの手で差し出しますよ、親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。人もいるんだよな。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために空の一壺が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで空の一壺を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする。俺は何をすればいい。それなんですが、昨晩ようやく空の一つもの所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外もその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？奴らも殻の一つも。その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア外を長く離れるわけにいかねえ。だが
俺は。逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが、一人ででも蒼天堀に行く。殻の一つもの持ち主は、カムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが。俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況が見えない蒼天堀だからこそ、俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一つを手に入れれば、全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、織田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ。私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ええ、あんたらアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。私と織田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目大根が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ、油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ、後でな。しのぎ切ったな。
ニャリン稼ぐぜ。この金でどうだ。どうですか。冒険しようぜ。いい女の子いますよ。お客さんどうです。遊んでいきませんか。絶対いいね。ちょっと呼んだぜ。いい女の子いますよ。ちょっと頼むよ。からってとこか。こりゃ治療費バカになるべな。ああ元気な。今すぐ払ってもらえるかな。許してください。おお、いらっしゃいませ。ほほー、ありがとうございました。いらっしゃいませ。食ったな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。食ったな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ございました。いらっしゃいませ。ここはありがとうございます。稼ぐぜ。儲かる。マネーゲーム開始だ。資金投入だ。これでどうだ。資金投入だ。資金投入だ。しのぎ切ったな。稼ぐぜ。